じゃ続いていきましょうこちらそんなレイさん最高の人生定義してくださいカーーフェクトライブいャちゃいましこれ最高の人生いけますいけますうんちょっとね最高の人生って言うとんか大谷とかイチローとかそういう人の名前がちょっと出てくるじゃんでもあれほんと最高かっていうと華やかではあるけど彼しか分かんないと思うんだよね最高かどうかで これって本当にその比較する問題ではないような気がするの。最高も最低も実は人生じゃないんじゃないかみたいなことも考えてはしまいます。そうだよなって。だからなんか他人の人生をどうこう評価でき,できるのかっていうのはその人になってみないとわかんないじゃん。うんうん、だから すごく考えたのこの質問。定義してください。定義ってじゃあ何なのってっていうさ、でもちょっと待てとこれ、さっき言ってた本質翻訳で深いとこ潜っちゃうと何も言えなくなるんだと思って。何も言えない。懐かしい。あの、泳いだした人のやつでしょああ違う北島さん。北島さん。ですよ。何でもやって懐かでい話 ダルルって言われてんだよお前、うん、話を腰折るのが俺の仕事やから折り方俺の長所やからな逆にね逆にじゃあ最低な人生何かって考えた時に、うん、やっぱ自分に嘘ついて生きてんのは辛いよね本当はこう思ってんのに、うん、思ってないってことで生きてく判断していく行動していくっていうのはやっぱちょっとよくないかなって思うよなと思いますねあ、うん、あと不自由ってやつかなある程度 自由がないいとやっぱきつよね誰かに支配されたり誰かの言葉に支配されたり組織に制度いろんなものに支配されてるじゃん人間ってそれ支配の自覚ないまま支配されたりするのもそうで支配の悪魔にね脇田さんにね支配さの腰ブレーカー来たら支配されると不自由になるそれはやっぱりそうだとは思いますよねうんあとはよくんか人間ってどうして生きてるのかっていう ああ何のために人生あんのかとか何のためにっていう話あるじゃん。まあね、何ののために生きてん,ののきてんのっていう時に「ありがとう」って言われるために生きてんだっていう話よくするじゃないですか。まあまあ、そういう人い人、ねまあ、俺だいいいぶそういうこと本に書いてんですよ、うん、そうだからまあ「感謝される感謝する」っていう感謝の関係をいろんな人と作れるかどうかっていうのが人生の充実感とかを決めるような充実感満足感みたいなものは最終的にはその辺のあたりで評価されるんじゃないのっていうことはあるかなと思いますね。 とはいえ、もう一つ言いますけど、うん、変化するんだよ、すべてが。うん、だから、あの時良かったけど、もう良くないっていうことは、すぐ起こる。うん、秋から冬になる。うん、だから、それは、そのし、しょうがないんだよ。諸行、うん、無常はしょうがないんだよ。うん、そしたら、これを、 楽しめるマインドになってるかどうかっていうのはすごく大事で、うんうん、変化していくっていうことを辛いと感じないで、うん、面白がれるかどうかっていうのが、はい、最高の人生すごくキーワードの一つにはなっている。と思っているね。だから、そのいろんなことに面白みを感じるっていうのは、なんとかな、うん、あの頃売れてたけど今貧乏だね、なんつって笑えたらいいんだよ。はい、もうで、逆もいいんだよ。うん、うん。ただ、日々、<ー>日々変化していくっていうことに関して、うん、変わんないでほしいって思うのは、 ちょっとや辛いしやめた方がいいかなと今日名言メーカーみたいな思います違いますかすごいと思います奥野さんの意見も聞いてみたいです奥野さんの最高の人生を定義してくださいいいですねえそんなものないでしょさっきまであんなに楽しそうに話の腰を追ってたからちょっと聞いてみようかなと思ったけどいやだからあの最高の人生とは何かっていうこと自体がそれはその何かしら客観的に見てるわけやんかまずその視点を潰せとはい もうお前は虫やと草やと主観しかないんだっていうところに行くとその最高の人生とかはもうないよねただその時その時のきればうんということしかもうないんじゃないですかねだから結局今こうやって喋ってるのは面白いよねだからそれがまあ続けばいいんじゃないかなとそしてそれがまあサーと同じやけどそうじゃない瞬間があったとしてもまあ それはそれで、そういうもんっていうか。面白がるしかないよね。うーん。ただ、まあ、シェア、そういうのをシェアする人が周りにいた方が、まあ、多少は、それはそう。なすけど。なもう最低だよ、俺って言える相手がいるかどうか。うん。俺はしみちゃんによく言うけど。ありがとうございます。しみちゃんに言うのね。そう。何その、なんか。受け止めるから、これ。受け止めてくれんだよ。全て受け止めるから。って、パチパチパチってあげてくれるそうそう。A さんの愚痴の吐きだめみたいな。 俺にはシミちゃんがいるから。シミティやから。シミティやから。シミが,がいるから,るから、はい。そうそうそう。ありがたいですね。<laughs> はい。